敵が来たみたいだな。じゃあさっさと片付けるとするか。しっかりと守る。それだけ実行して。やっ、やっ。
私の守る血を抜けるつもりでいるとは。来なよ、身の程を教えてやる。何よあいつ、いけすかないわね。こっちが格上か、思い知らせてやるわ。攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。私を見るな。私は有能だ。選ばれた人間なのだ。敵将叩きのめしてやったわ。バカね、私に逆らうからこうなるのよ。自分の器を直視できないなんて哀れね。永遠に独りよがりの夢を見ているといいわ。攻め込まれるとは。兵器を起動し食い止めるのだ。かの要素を目標とする。いざ進軍せよ。防御体制を取るのだ。
見つけたわ、長領。それにそうそう、私と同じ屈辱を味合わせてやるわ。このようなところまで私を追ってこられるとは。長領、お主の具をわしに見せてみよう。そしてその因縁を断ち切るのだ。いい眺めね。交代は許さん。この地は何としても死守せよ。破れようと私への恨みがあなたを強くさせたか。敵将を叩きのめしてやれたわ。どんなにやられたい。東卓の孫娘にやられるとは。甘やかされただけの頑固な娘ではなかったか。武の道とやらを極めるために出て行ったくせに、その部で私に負けるなんて随分惨めね、長領。ほら、もっと悔しそうな顔をしてみなさいよ。東伯殿、お前には私を裏切ったことをたっぷり後悔させてあげなくっちゃね。どんな風にいたぶってやろうかしら。覚悟はできております。この長文へいかなる処分も受ける所存。何？相変わらずつまらない男ね。そんな塩らしくされちゃいじめがいがないじゃない。そうね、決めたわ。お前には裏切る前と同じように私のそば使いをしてもらおうかしら。なんと、なぜそのような寛大な措置を。寛大ですって？何か勘違いしてない？お前はこれから自分が敗者であることを周囲にさらしながら一生私に仕えるのよ。最強の武人にとってこれ以上ない屈辱でしょ。せいぜいこき使ってあげるわ。さあ、洛陽へ帰るわよ、長領。承知いたした。東伯は憎き英雄たちを撃破した。曹操、袁紹、袁術、呂布、東卓に逆らった者たちが今自分の足元にひざまずいている。奪還した洛陽城で東伯は彼らを満足げに見下ろす。その姿は在りし日の暴君東卓そのものだった。ねえ、どんな気分？小娘と侮ったこと後悔した？これからはちゃんと私の言うことを聞いて何でも喜んで従うのよ。逆らったらまた叩きのめしてやるんだから。
何よ、誰もいないじゃない。まあいいわ、城は取り戻したんだもの。手下はまた狩りに行けばいいわ。そういうのも面白いわよね、ね、おじい様。逆らったらまた叩きのめしてやるんだから。何よ、誰もいないじゃない。まあいいわ、城は取り戻したんだもの。手下はまた狩りに行けばいいわ。そういうのも面白いわよね、ね、おじい様。